おはようございます、こんにちは、こんばんは、豆腐です。ってことで今回もドラゴンクエスト4導かれし者たち実況プレイしていきたいと思います。よろしくお願いします。前回ですね、第1章のライアン編をクリアして、第2章のアリーナ編に突入したところでした。トントン拍子でねストーリーが進んだから、なんかトントン拍子で楽しんでたら、急にボコボコにされてね痛い目にあったので、今回はですね若干レベル上げてきました。 2,3 レベルぐらいかな。なんで改めて敵に挑んでいきたいと思います。この神父さんに話しかけると怪物退治をね任せられるので、生贄のカゴにね入れと、で生贄の代わりになって戦えということでですねやっていきたいと思います。前回はこの後にね、この後にボコボコにされちゃったので、生贄の代わりにされた私が生贄になってしまってね、もう本当にミイラ取りがミイラになるを地で言ってしまったので、ちょ今回はね痛い目見せちゃおうと思います。舐めるなよ、舐めるなよ、こちらを、こちとらアリーナ姫だぞ。痛い目見せてやる 魔物が、さあ来ました、ボコボコにしてやる、覚悟しやがれ。さあそうしたらですね、だんだんなんかね、この不穏な空気が、見るからに分かりやすい不穏な空気が流れてね、でなんか肌の色がめちゃめちゃ悪い、なんか気持ち悪いやつが出てくるから、こいつをボコボコにすると、そういう話でございます。まずアリーナ、アリーナは暴れ駒犬を殴ります。そしてクリフト、君も暴れ駒犬を殴りたまえ。でブライ、ルカニでいきます。あーっと、これめんどくさいな、どうしよう。じゃあ攻撃しない方の暴れ駒犬の防御力下げていくか。さほら調子に乗るなよ犬が、覚悟しやがれ、覚悟しやがれ。ちょっとクリフトが痛い思いしてるけど、クリフトがホイミ自分にやってこ、早め早めにね対応しないと。でルカニをカメレオンマン、アホみたいな名前しやがったよカメレオンマンめ、どういう顔の色してんのお前。さルカニかけていく、守備力下げていく、覚悟しろよカメレオンマン。暴れ駒犬多数の攻撃からっていくが、これは殴っていけるシャドウを駒犬に使って、駒犬をこのターンで落としていこう。さらばだ駒犬、おおいいね、クリフトいいね、おらあとはもう殴るだけだ。さっきはよくもやってくれたな、おお会心の一撃あり、ちょアリーナ姫が俺以上にキレてる、お前さっきはよくもやってくれたな、うらーっつって会心の一撃出してる、なんて頼りになる姫なんだ、頼りになりすぎるぜ。アリーナレベル7、いいっすね。おなんだ、なんか特技を覚えたかと思って期待したら何にもなかった。クリフトレベル6、 HP4、 MP5、 おスカラマヌーサ、おほほほほほ、急にクリフトがすげえ役に立つ男になってくれた。ってことで怪物をやっつけたという知らせは瞬く間に広がった。そして夜が明けた。おーちょっとレベル上げたら余裕でいけたね。 2,3 レベルしか上がってないんだけどな。みんな元気かい。まさか本当に倒してくれるとは驚きましたぞ。私の娘を、いやこの村を救ってくださった道具屋の主人も商売やり始めたし生き返ります。道具屋で売る品々はきっとお役に立つことでしょう。ありがとうございました。縁やで、縁やで、気にするでない。あなんか光ってる、何これ。おお小さなメダルだ、ドラゴンクエスト4。お小さなメダルをいくつ見つけたかは馬車シンボルを選ぶと見ることができるでしょう。へえ、道具として袋に入るわけじゃないんだね。ちょ待って違う、このちゃうわ、ちゃう、移動がしたいだけ俺は。よいしょ、さあそしたら道具屋行ってみよっか。どんな声でしょう、ちょ待ってよ道具屋、あのさあ、村救ったわけじゃん俺が、ねえ、ちょ売るなよ
売るな売るな、よこせ、ただで渡せ俺に。まったく、神父さんこんにちは。そなたの働き、きっと神様も見ていた。ところで、ああ、神の忍び、いってらっしゃい、ペペイ。噛んでいく。さあ、そしたら、村を抜けていきましょう。あれ？合ってる？合ってるね。ああ、こんにちは。この森を北に抜けて海沿いを東に行くと、フレノールの町です。どうかお気をつけて。合体承知の助。フレノールの町に行けばいいのね。あ、なんかめちゃめちゃ一本道って感じ。敵、うわー、なんか5体も現れてきたよ。どうする？呪文、マヌーサとかやっちゃう？で、ルカニとかやっちゃおうよ。あれ待って、アリーナの攻撃でワンパンだったんだけど。え、急にクリフトがすげえ優秀な男になったんだけど。ルカニってルカなんじゃないから単体だった、完全に忘れてた。痛いよ。あれマヌーサは、あれマヌーサってどういう効果なんこれ。あー、マヌーサそんな攻撃当たっちゃうパターンなんこれ。グリフト殴れ、12ダメージでは倒せないが、ブライの追い打ちで、待って、ブライの攻撃力がやばい。なんかラディッツが初めて地球に来た時に、あの銃持って立ってた農家のおじちゃんぐらいの攻撃力しかない。なんならあのおじちゃんの方が攻撃力あったまである。やばいわ、マジでブライやばい。なんなら俺が戦った方が強いかもしれん。俺が戦った方が強いかもしれん、ブライ。ヒャドは唱えられないけど、ヒャドは唱えられないけど、なんか2ダメージはなかろうて、2ダメージはなかろうて。あ、これか。こんにちは。ここが、ちょっと待って、なんかお姉さんすごい速い。お姉さん足が速い。お姉さん足が速いよ。ここはフレノール。今、この町にサントハイムのお姫様が来てる。お姫様たち、何の用かしら。へぇ。お姫様っていうから、どんなに綺麗だと思ったけど、大したことないね。お姫様とお近づきになりたい。邪念が溢れてますよ。この宿屋の2階にいる。ほほう。こんにちは。こんにちは。お二人もお供がいるなんて、さすがお姫様ね。あれ？待って、どういうこと？ちょっと待って。サントハイムのお姫様って何？いや、話して、誰か助けて。やられた。突然奴らが現れて姫を無理やり。止まれ、それ以上近づくと姫の命はないぞ。しかし、こんな宿屋にお姫様が来てるとは。よし、物ども行くぞ。あれ？お姫が人さらいの手に姫を助けてくれます。姫を助けてくださる。もうちょい自分たちで何とかしたら。布の服、ちょっと待って、なんかちょなんかこのおじいさんがいるから向こうの部屋に入れない。すんごい勢いで逃げてったけど。あーちょっと待ってちょっともうちょっと情報収集させて、いろいろ何もわかんないよこれじゃあ。あ、壺だ、壺がある。ゴールド、10ゴールド。昔この町には黄金の腕輪という宝物があった。しかしその宝があるばかりに争いが絶えず、南の洞窟に封印したそうだ。売ればいいのでは。墓が、苔むした墓がきっそりと佇んでいる。お墓があるもうびっくりですよ。お姫様がさらわれてしまったとか。やっぱり身の代金が目的なのかな。何をされてることか。あ、お姫様、何をされてるんでしょうね。なんだろうね。で、さっきの犬頃がこんな手紙加えてきたんだ。読んでみるね。姫を返してほしけば。おい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 、なんで犬頃がこの手紙加えとんねん。どういうこと。明日の夜、この村の宝、黄金の腕輪を村の墓場まで持ってこい。誰にも見せないよ。誰にも言わないよか。待って、ってことは何これ。どうしたらいいのこれ。どこに黄金の腕輪あるの。宿屋のご主人は姫様たちを大層もてなした。わしも少しばかりの宅配を差し出そうかな。ちょっと待って、なんか黄金の腕輪さっきさ、なんか完全に忘れてたけどさ、なんか言ってたよね。つい1分ぐらい前この人が。どこにあったって。南の洞窟に封印した。合点承知の助。南の洞窟に行けばいいのな。やることが明確だね。シンプルだわ。明らかに洞窟っぽいやつあるもん今そこに。あれだわ、あれ以外ないわ。
絶対あれが洞窟。いやどうしよっかな、 HP 回復してから行こっかな。でもなんかレベル上げたらめっちゃ余裕な気するから、レベル上げずに行っちゃうか。大丈夫だわきっとこれ。やったれやったれ。お、仲間呼ばれていく。ホエミスライムが出てくる。いや待って、宿屋行った方が良かったか。いや大丈夫だ、俺なら勝てる。諦めてはならん、やるのだ。諦めてはならんぞ。えいや。さあブライが殴っていく。よいさあ。はい、いい感じですね。27の経験値をもらっていきますよ。ブライは何も呪文を覚えないと。はい、偽物の命よりもまずは自分の命を守るのが先、無茶はいけませんぞ。はい、よし、レッツ南の洞窟。洞窟というかもうなんか城跡みたいな。お、宝箱、キメラの翼手に入れていく。ほうほう。なんか強そうなんだけど、やばいやばいよ。アリーナがワンパンで倒せないってことは強いってことだわ。やばいやばい、これやばい。待ってやばい、ブライちょバチバチ、ブライさ、ブライダメージ与えられないわ、やめない、ダメージ与えられないわ、やめようよ。ちょっと待って、敵多いわ。待って一回帰ろう、これ一回帰ろう、一回帰って、ちょ待って本当にやばい。あー、クリフトに攻撃するのやめて、やめてください、助けてください、殴らないで、痛い思いさせないで。いやブライパイセン頑張ってください、マジ。ラリホーとかマヌーサとか早々に使うべきだったね、これ。結果的にそっちの方が MP がよ、やばい、クリフト、クリフト耐えて。あークリフトな、クリフトな、やべ。そしてブライがヒャドを唱えるの忘れた。そして思ったけど、クリフトがいないとうち解決回復できねえんだった。やばいんご、やばいよ。待って、強くない、急に強くない、やばいやばい、本当にやばい。ああ効かなかっただと、そんなことがあってたまるか。やれ、おお、会心の一撃、アリーナが見せていく。やばいやばいよ、やばいでガンス、やばいでガンス。約束あったっけ、あった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 、あぶねえ。撤収撤収だ、帰れ帰れ。危なかった、マジで。ちょ待って、これさ、なんか誰かギラとかお嬢は強そうなの来た、強そうでしかない。ラリホーだ、絶対暴れ牛取りとかきっとすやすや寝たいタイプの子だから、眠ってくれ、眠ってく、おお、みんな眠っていく。やるじゃねえか、寝返りを打った。おお、なんで寝返りのためにそんな近くにいるん、やめたら距離置いとこう。あー、ちょ距離置いてくれ。メラを唱えた、やばすぎるんごこいつら。とりあえずメラゴーストからやろう。よーし、ええー、よ、よしよし。あー、マジ寝返り打つのやめ、ちょ待って、寝返りで寝返りでブランいい死んだんやけど、どういうこと。もうダメだ、逃げよう、撤収。ちょ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 、あー危なかった、本当に危なかった。ギリギリのギリのギリのギリぐらいだった今。危ねー、ちょ待って、ちょ道具屋に行きたいわけじゃない、俺も道具屋に行きたいんじゃなくてね、教会に行きたいんだ俺は。なんで今一周したかっていうと、道具屋に裏から入れないかと。あーやべー、神父様、あーなんか向こうから出てきた。生き返らせてくれ、40ゴールド安くないよ、40ゴールド。いやーちょっと待って、強いね敵がね。なんかさ、結構むずくないこれで。なんかレタスの畑めちゃめちゃキラキラ光ってて超絶気になるんだけど、超気になるんだけど、これないよ、もう用はない。ちょっとそのキラキラ光ってるとこ行かせてほしいけど、行かせてくれないみたいだから、ちょ待って、ちょ待って、
ちょ待って、みんな俺は話しかけてないから君たちに。テンペの村に一回戻るじゃん。で今ちょっとだけお金貯まったから、ちょっとだけお金貯まったんで、ちょっと武器さ、待って、ちょ入れん武器さ、武器ヨシナに良くしてこ。あー485円か、微妙いな。今なクリフトとブライがお亡くなりになって、魂を呼び戻すためにお金払わなきゃいけなかったからな。くそー。てか、なんで俺はこの村救ったのにさ、何にもプレゼントとかないん？どういうこと？クロスボウが欲しいね。革の鎧はあんま変わらん。クロスボウがいいね、やっぱ。ブライが7から23になる。ブライの物理が若干役に立つようになるかもしれん。もうこれしかねえ。これしかねえぞ、ブライ。頼んだぞ。ヒノキの棒。なんならさっきまでブライヒノキの棒で戦ってたんか。そりゃ無理やわ。よくないよ、ブライ。やめとこう。自分でいいな。ヒノキの棒じゃ無理ですって、やっぱ自分から言ってかないと伝わんない。ほうれん草しっかりして。マジで。上司に怒られるよ、そんなことやってると。無理な時は無理って言わないとね。コントロールしないと自分のタスク量を。さあ行きましょう。ちょっとなんかブライ君が、新入社員のブライ君がほうれん草できてないから、ちょっとアリーナマネージャーがうまいこと多分マネジメントしてくれるはず。さあ行こう。行くぜ。ブライ、お前はどれだけの攻撃力を出せるようになったんだい。アリーナが会社の一撃、気持ちええね。クリフトが7ダメージ。ブライやったれ、7、いいじゃん。ブライやるじゃないか。7ダメージも出せるの、すごいね。褒めて伸ばそう。ブライのこと褒めて伸ばそう。お、誰がレベル上がっていくんだ。クリフトやるね。クリフト51ゴールド。宝箱からは薬草。いいね。薬草もいいよ。みんなやるね。褒めて伸ばそう。さあ、そしたら、再び洞窟に行きます。いやー、これどうするべき？あ、眠ってる。どういうこと？やれ！やるんだ。起きる前にやれ。あれ、こいつ寝てても寝てなくても同じだけのダメージ出してきてるくない？さっきと。もしかして暴れ牛取りって眠らせても意味ないタイプの定期？そんなやついるん？てか寝返りでダメージ食らうってなんなん？そんななんか添い寝とかしてたん？牛取りと。なんかちょっと秋葉原でありそうな感じのお店みたいなことしてたん？さあ、道が分かれていく。どっちだ？お、宝箱があるよ。しかもなんか台座にある。これは絶対いいものだ。おお、素早さの種手に入れていく。このさ、種ってどうしたらいいんだろうね。てか背景めちゃめちゃリアルじゃない？白骨落ちてるけど。ルカナンか。貴様がルカナンを唱えたその一ターンが後悔することになるぞ。ほら、守備力が下がってもお前に攻撃などさせるか。ええ感じですね。18の経験値。いいのかわかんないけど、まあまあ経験値は何でも何本あってもいいですからね、こんなもんね。さあ行きましょう。洞窟なんて今まで物語の中でしか知らなかったわ。ドキドキする。話しかけてないんよ。宝箱が開けたかっただけなんよ。360ゴールド。もう一本弓変えるやん。出てきたぞ、吸血コモリが。因縁の相手がよ。万象一切怪人となせ。いいね、ブライ7ダメージ。切れてるね。いやー、ダメージが強いよ。7はやめようよ。みんなこれしか HP。ちょ待って、なんか、なんで吸血コウモリ攻撃するときにさ、コウモリの中からコウモリ出てくるん？どういうこと？何このマトリョシカみたいなやつ。マトリョシカなんか、こいつらマトリョシカなんちゃう？よし、ええよ。あー、ナイスだ、クリフト。よくぞやってくれた。貴重だ。奴の7ダメージを食らわずに済んだのは貴重すぎる。が、薬草を使っていくか、クリフトにな。ちょっとやっぱしんどいわ。しんでえわ。しんでえでござる。ちょっと待って、吸血コウモリ強い。せめて3体とかで出てきてほしい。ラリホービートルとテーベロ。どう考えてもラリホービートルからやらなあかんわ。眠らされてたまるか。いや、火の玉。いや、全体攻撃か、これ。
やられる前にやれクリフト。ナイス。いやーちょっと強くないですか敵が。いや全体攻撃やばいって。ブライとか HP20 ちょっとしかないのにさ、8ダメージの全体攻撃とかもうダメだって。そういうことやったら、いやしかも倒してない。あー危なかった。ブライがまたねえ、ちょっと悲しいことになるところだった。アリーナレベル8。いやーちょっと辛いわ。つれ、やっぱつれーわ。満タンだ。やばいよ。クリフトの MP がすっからかんになっちゃう。クリフトがゲソゲソのげっそりした人になっちゃう。あーこれどっち行ったらええん。いや右だ。大体こういうのは右。いやー左宝箱。あー魔法のせ、魔法の聖水やん。ってことは MP が回復できるやつじゃないよこれ。もう一回クリフトの MP がなくなるタイミングで使おう。トサカヘビ、おらおらおら、もうやめよう。トサカヘビ本当にそういうのやめよう。マジでやめとこう。やめた方がいいよ本当に。良くないよそういうの。自分が痛い思いするだけで。ああなんか会心の一撃出やすくない？そうでもない？さあ待って、これどうしたらいいんだ。え、ちょっと待って。うん、え、進めない。ああ待ってくれ、下にも階段があったのが見えてなかった。視界が、わあ待って、めちゃめちゃ会心の一撃出る。やばいんだが、キレッキレなんだけど。さあ宝箱でだと思ったよ。もうね行き止まり感満杯だったからね。黄金の腕は手に入れていく。そしたらこれさ、帰んなきゃいけないよね。そりゃそうだよね。帰るのしんどくない？やばそうなやつ来たら絶対ヒャド使ってくるじゃん。僕たちヒャド使いますって顔してる。なんならヒャド使いますって顔しかしてないまである。大丈夫か、大丈夫なのか。いやー使ってきた6ダメージ。まあ6ダメージならまあ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 。 MP が足りない。えいや、いやいけそう。この子たち可愛いわ、弱いわ。ただなんかアリーナもう一声攻撃力欲しいな。なんかさ、ライアンがハザの剣を手に入れてからさ、なんかね無敵モードに入ったじゃんね、エンマ手に入れたゾロみたいな状況になったじゃん。なんかそういうの欲しいよね、アリーナもね。なんかゴムゴムの実食べたルフィみたいなね。ニカニカの実だっけ、あれなんだっけ、ヒトヒトの、やべこれ言ったらなんかネタバレだって言って叩かれるかもしれないけど、この段階でまだその子にたどり着いてない人はきっとワンピースまともに追ってねえから大丈夫だもん、絶対大丈夫。いやー待って、なんかいろいろ調子こいてたけど意外とダメージ食らってる。何も考えずにボタン連打してたらそれはそれでやばいかもしれん。ブライさんが意外と虫の息になってるかもしれん。ホイミ、おらギラとか覚えてくれたら楽なんだけどな。ギラとか覚えてくれたらいいんだけどな。いいねー、MP が足りない。いいねいいね、もう怖くないよ、もうこれ勝ちだよ。倒していく。ただHP が高いからさ、耐久戦になっちゃうんだよな。しっかり耐久戦になっちゃうんだよな。よいしょよいしょ。もう長いて戦いが、視聴者の人も飽きてるて、もういいよって言ってるって、絶対絶対言ってる。さ72の経験値手に入れていく。ふうクリフトがレベル8になって、おブライも上がっていくね。いいね、みんなやる気だね。
リレミと、ブライさん、今までバカにして大変申し訳ありませんでした。あ、素晴らしいですね、ブライさん。ありがとうございます。他社です。待って、でもこれさ、夜にさ、持ってこいって言ってたからさ、夜になるまで待たなきゃいけないんじゃないの、これ。ねえ。どうしよっか。夜になるまでひたすらうろうろしとこうか。しょうがないよな。夜になって墓持ってこいって言ったもんね。はあはあ。地味にちょっとずつダメージを食らっている。夜になるまで待たなきゃいけないってどうしたらいいんだろう。お、仲間呼んだ。ついでになんかね、メタルスライムとか出てきてくれればいいんだけどね。いやー、ブライとクリフトがもう一声火力が出るようになってくれたら楽なんだけどな。満タンしとこ、念のためな。ちょっとお金があるから、さっきの村に戻ったらいい装備が買えるんだけど、まあ、それはそれでね、ちょっとね、悩ましいよね。おー、めちゃめちゃ会心の一撃出る。すごいじゃん、アリーナ姫。おー、ブライも負けじと会心の一撃やっていく。姫だけの1000倍特許じゃねえよつって、俺も会心の一撃出せるから、しかも弓でつって、すげえ、きっと脳みそとか撃ち抜いたんやろうな。やばいね。キングダムのめちゃめちゃ弓得意なあの兄弟、名前忘れちゃったけど、あの知ってる人ぜひコメント欄に名前思い出させてください。あの兄弟みたいに遠くから頭打ち抜いたやろうな、ブライな、今な。おめでとう、ブライ成長したな。もうなんか魔法使いとかやめて狩人とかなった方がええんちゃう。待って、夜にならないんだけど夜なんのこれ、本当にどうやったら夜になるんだっけ。え、歩いてけばいいだけ。え、待って、分裂したって何。分裂とかするそういう生き物なの。恐ろしいよ、メラ痛いよ、メラが痛すぎるよ。いや待って、ダメージ与えられない、どういうこと。結構なんかさ、おーおー、怖い顔してる。でも1ダメージしかない、可愛いキュートなやつだ。待って、なんかめちゃめちゃダメージ出ないっていうか、当たらないんだけど攻撃が。どうしたんみんな、お茶目な。待って、いつになったら夜になるんこれ。あ、ようやく夜になってきたよ。人食い草とメラゴーストを狩りまくってたら夜になってた。でもね、こうやって俺が村の周りの魔物を退治することで村が安全になるって考えたら、ちょ、もうちょいみんなメラゴーストに攻撃当ててくれん。もうちょいメラゴーストに攻撃当てて、頼むわ。いいっすね。さあ、あとちょっとで夜だ。うん、敵も出てくる、敵も出てくる。どうしよっかな、スカラとか使っとく。でもスクルトじゃないからな。ホイミ、マヌーサ。待って、これさ、マヌーサがいいんじゃない。あー、待って、アリーナがメラゴースと、クリフトがマヌーサ、ブライが呪文でシャドウを暴れ牛鳥に使っていく。ちょっとね、ちょっとあの、もうどうせ町に入って休むから。あれ、眠って寝返り幻。いいね、マヌーサいいね。マヌーサいいけど、なんか私が知ってる最近のドラゴンクエストのマヌーサほどの威力はないね。最近のドラゴンクエスト、なんかマヌーサかかるともう当たらないのが当たり前みたいにならん。結構当たってるんだよな。えいや、いいっすね、素晴らしい。ちょっと強くなったんじゃない、みんな8レベルになって。そして夜になっていく。さあ、あ、待って、なんかいるよ。明らかに怪しい奴らが。あ、こんにちは、こんにちは、どうも、どうも、どうも、やあやあ、どうも。どうやら約束のものを持ってきたらしいな。こっちへよこしな。いいえ、今ここで葬り去ってやる。早くこっちを渡すんだ。いいえ。あ、これ、無限だ。戦え。はい。
投げた。確かに受け取ったぜ。じゃあ姫を返してやろう。あばよ。おお、見て見ぬふりしてるこいつら。姫さん、助けてくれてありがとう。ああ、もう姫様なんてこりごりだわ。私本当は姫様じゃないの。私の名前はメイ、ただの旅芸人よ。お姫様のふりしたらみんなよくしてくれるから調子乗っちゃっただけ。さあ、お迎えも来たようだし、そろそろ行くわ。お礼と言ってはなんだけど、この盗賊の鍵をあげる。ああ、ありがとうございます。ああ、ありがとうございます。いただきました。頂戴しました。じゃあね、本物のお姫様。さようなら。あ、バレてた。バレてた。ってことで、偽物の姫メイたちは町から姿を消して、そして夜が明けた。ほほう。やっぱさ、待って、自分でもうなんか名前を、わかんなかったけど。おはようございます、お姫様。いや、偽の姫は助けたそうですね。街中その話で持ちきりですよ。人さらいって怖いわね。私もさらわれたらどうしようし。大丈夫だよ。大丈夫だ、おばちゃん。さらわれないよ。はい、ってことでですね、今回の動画はここまでにしようかな。無事にさらわれた偽のお姫様を助け出せたしね。うん。また次回ですね、なんか次どこ行ったらいいかマジでわからないんで、ちょっと街の人たちから話を聞きながら次の冒険に挑んでいけたらと思います。最後に神父さんのところに行ってさ、なんかあの光るレタスだけちょっとね、レタスの中で光ってたから、そこだけ見てから終わりにしようと思ったらダメだ、まだ道が閉じられている。じゃあお祈りして終わりにしよう。ってことでですね、本日もここまでご視聴ありがとうございました。皆様の良きゲームライフに乗っております。豆腐でした。バイバイ。